プロデューサーの皆様こんばんは、翔です。ということで今回は、まあ今日も 毎週土曜日恒例のデレステ教室でございます。はい、毎週恒例のデレステ教室でございます。毎週このコーナーでは、ですね、まあ、皆さんがデレステに、お困りのことがあれば、全然僕に、お答えしていただく、お聞きしていただくコーナー、何でも聞いていただくコーナーで、毎週、お便りを募集して、お便り、質問を募集しております。そしてですね、質問の仕方なのですが、下の、説明欄に、リンクがありますと、ショーのデレステ教室質問フォームっていうのがあると思うんですけど、そちらをクリックしていただいて、そちらの方、リンク先で、質問を、ご回答していただければ、僕が、まあ、毎週3つ選ぶので、そちらから、質問をご回答させていただきたいなというふうに思います。では、今回、3つの、お質問に、お答えしていきたいなと思います。はい、ということで、今回は、じゃあ最初の質問いってみましょう。キュートティアラを取るのに最適な方法を教えてください。知恵例が出てキュートティアラが足りないのでお願いします。はい、ありがとうございました。まあ、ティアラ関係。まあ、僕はこれ、もちろんこれはキュートティアラって言ったんで、キュートに関してちゃんとフォーカスしてみると、まあ、キュートの曲で難易度の中、なるべく高めの曲、まあ、マスターですね、の、キュートティアラ、曲を、周回することがおすすめでございます。それプラス、センターを、スタランがなるべく高めの子。ベストが15。まあ、20は持ってないと思うんで、さすがに。SSR20 体はさすがにゲットしてる人はいないと思うんで、まあ、スタラン15をセンターにする。スタラン15、10をセンターにして、まあ、周回するのが一番いいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、一番いいのはアンズの歌なんですけど、アンズの歌なんてね、なかなか周回しにくいと思うので、まあ、その次だと、27である、花かんだし、その1個下だと、まあ、26だったらまあまあ曲はあるんで、ネイキッドロマ、あの、コッヒーのね、ネイキッドロマンスと、あと、ショコラティアラ。があると思うので、まあ、その2曲もいいかもしれないですね。周回、まあ、だから難易度なるべく高めの、キュート曲、まあ、これは他の曲も結局同じこと言えるんですけど、難易度高めのその属性曲を弾けば、まあ、ティアラは落ちると落ちやすくなるとは思います。まあ、ただこれも いかんせん運が絡んでくるので、まあね、ドロップに関しては、まあ、全然落ちないときは落ちないので、まあ落ちるときは比較的落ちると思うので、まあまあ皆さんそんなになんかね、あの、気楽に心を待ってましたね。はい。はい。はい。じゃあ次行きましょう。次の質問行きたいと思います。編成で、自分はいつもスコアアップ2、コンポナ2、回復、オア判定強化で、組んでいるのですか？翔さんのおすすめの編成は何度ありますか？ありがとうございます。僕はコンポナ2のスコアアップ3ですね、基本。スコア出すのであれば。で、多分判定強化回復入れてるってことは、そこまでなんか、やっぱりまだ慣れてない曲とかあるから、そういう風に入れてるのですけど、まあ僕はこの編成でも、もし初見であったりだとか、苦手であったりだとか、なら別にいいんじゃないかなっていう風に思います。もっとスコア出したいなら、ここの回復の判定強化の場所を、スコアアップに、変えるべきではないかなっていう風に思ってます。そして、編成するときには秒数がなるべく被ってない感じで、やった方がいいと思いますね。はい。はい、感じですか、ね、かなり簡単めですけど、かなりこの方多分合ってると思うので本編数が大丈夫ですよ。はい、じゃあ次の最後の、質問いきたいと思います。ベテトラが たくさん欲しいのですか？どんな方法が一番効率がいいのでしょうか？トレチキタイムに周回してビギナーばかりです。スタラン15で回ってみて試してみてましたが、友情ガチャの方がむしろ出るような気がします。前より個室の救い手をぜひともよろしくお願いします。ありがとうございます。ベテトレ欲しい場合は、まあ、イベントも全部含めると、まあ、グルーブとか、あとは、まあ、まあ、この前来た協力ライブとか結構良かったです。まあ、で、トレチケタイムも、その次に普通に、じゃあいつもだったらどうすればいいのって言ったらトレチケタイムですかね、やっぱり。ビーナーばっかっすか。僕結構落ちるんですけどね、ベテトレ。友情ガチャの方がむしろ出る。だったらもう本当にもうビギナー、イベントがいいです。イベントのトレチケタイムとか。うん、正直いいかなと思います。でも多分一番いいのはグルーブと協力ライブかな。ベテトレっていうところにフォーカスを置くんだったら。まあ別にベテトレ、もし特技上げを考えているのであれば、まあレアの方でも大丈夫なので、まあその辺はそこまで気にしなくていいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。まあでも、落ちるときは落ちるし、落ちないときは本当落ちないんで、まあそんな感じであんまりなんか気構えてってか、あの、気張っててもしょうがないので、ぜひ、頑張ってください。以上が、今回、3つの、ご質問にお答えしました。ちょっと短かったんですけど、いつもより今日は。はい、ありがとうございました。まあ、もう一度言うんですが、まあ、もし、わからないことがあれば、ぜひぜひ、下の概要欄、まあ、説明欄に、応募フォームがあります。そちらの方から、ご応募よろしくお願いします。はい。
では、今日ももう一本動画があると思うので、ぜひそちらの方も、チェックよろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。